おととし起きた観光船の沈没事故を受け、北海道斜里町では新たな安全対策を導入し、今シーズンの観光船の営業が始まりました。今日から運航を始めたのは、斜里町ウトロを拠点とする会社の小型観光船2隻です。カズワンの沈没事故から2年を迎え、この運航会社では GPS を活用して近くの船などに救助を求める発信機が新たに導入されました。初めて知るとこ来たんですけど、すごい景色も良くて熊も見れたので楽しかったです。整備されてるみたいだったんで、あんまり不安には思ってなかった。